産業振興課杉村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。調布親子映画上映会の概要を教えてください。はい、平成30年3月10日土曜日に子どもたちの映画デビューの場となり、親子で楽しめる映画上映会を開催いたします。映画上映のほか、映画に関連したワークショップも開催を予定しておりまして、映画に触れながら半日楽しめるイベントとなっております。とても楽しそうなイベントですよね。ありがとうございます。このイベントは毎年行われてるんですか？そうですね、このイベントは今回で3回目の開催となっておりまして、会場は京王線調布駅から徒歩5分の場所にあります調布市文化会館たづくりのクスノキホールと紫ホールの両方で行います。子どもたちの映画デビューということなんですが、はい、上映作品についても教えていただけますか？はい、今回映画の上映作品について、ですが、熊の子ウーフという作品と、あともう一つが何の卵という2作品をメイン作品として上映いたします。神沢敏子さん原作の本なんですけれども、こちらを映画監督であります曲文子さんが映像化した作品です。こちらに合わせて10分程度の短編映画の同時上映も予定しております。なお上映会場は文化会館たづくり2階のクスノキホールです。はい、上映時間やスケジュールについても教えてください。はい、熊の子ウーフと何の卵をそれぞれ1日に3回上映いたします。時間は午前11時から午後1時から最後に午後3時から、各回30分前に会場に入ることができます。1回の上映時間は短編映画も合わせて約1時間半程度でして、入場無料、入退場自由となっております。午前10時から3回分の入場整理券を配布いたしますので、ぜひご鑑賞になられたい方はお越しください。そしてワークショップについても教えてください。はい、ワークショップは4つの企画を予定しておりまして、1つ目がハンカチウサギ作り、2つ目がバッグを作ってみよう、3つ目がソーマトロープ作り、最後にウーフクッキー作りの4つでやります。ハンカチウサギ作りはガーゼのハンカチでウサギを作るものでして、バッグを作ってみようでは紙でバッグを作ります。そしてソーマトロープ作りでは丸い紙に表と裏に絵があって、そちらをくるくる回すと1枚の絵に見えるという目の錯覚を利用したおもちゃを作る体験です。ウーフクッキー作りはクッキーに自分でアイシングしてオリジナルのクッキーを作るというものでして、こちらのみ有料となります。会場は文化会館たづくり1階の紫ホールで行います。いや、どれもとっても楽しそうなワークショップですよね。ありがとうございます。この他にも何かイベントはありますか？はい、先ほどご説明させていただいたワークショップについてですけれども、スタンプラリーの開催を予定しています。ワークショップを3つご体験いただいた方にはオリジナルの缶バッジを差し上げます。自分で色塗ったりですね、文字を書いたりして自分だけの缶バッジにアレンジしてお土産に持って帰っていただければと思います。またスタンプラリーの台紙を提示すると、市内のカフェやレストランでお得なサービスを受けることができます。詳細は市ホームページなどでお確認ください。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、繰り返しになりますが、調布親子映画上映会を3月10日土曜日に開催いたします。時間は午前11時、午後1時、午後3時からの3回上映を予定しております。場所は文化会館たづくりです。調布親子映画上映会という名前ですけれども、お一人様でも大人の方のみでもどなたでも大歓迎です。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。はい、皆さんぜひご参加ください。産業振興課杉村さんにお話を伺いました。